さあ、ランスの会員の三国天の動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。まずはお詫びなんですけども、先日作らせていただいたこの性格のこの武将が体力 50% 未満の目標を攻撃するとき攻撃力が 25% 上昇するというのがですね、施設に対しても有効なのかという検証をさせていただいて、これは有効だなという結論に動画では至ったんですけども、たくさんご指摘いただきまして、こちらの行友、これがついてるからその旅網とか将校の攻撃力が上がって施設壊すのが早くなっているだけじゃないのかという指摘を受けて、一応動画の方は消させていただきました。動画の方にコメントとかいただいた方にはね、返信することがちょっとできなくてね、大変申し訳ありませんでした。非常に助かりました。それでまあ今回はですね、新たにちょっと検証し直してみようかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、先日僕歯医者に行ったというお話をさせていただいて、で歯痛かったけど神経には到達してなくてよかったみたいなね話をさせていただいたと思うんですけど、あれから治療を進めていったんですけども、神経にめちゃめちゃ近い状態まではやっぱり虫歯が進行していたので、結局噛めないみたいなね状況になっちゃってたんですよね。それでもう神経抜かなしょうがないかなという話になったんですけども、歯の炎症がひどいっていうのと下の歯の奥歯ということで麻酔が効きにくいっていうのがあって、あとちょっともう歯茎がねだいぶ痩せてきてるので歯がグラグラしてるっていう部分もあって麻酔が全然効かなかったんですよね。それで神経を表に出すことすらできないような状態になってて、これ困ったなということになったんですけども、結局その炎症をね極力取って、で麻酔を打ったらですねなんとか効いたんですよね。それで神経抜きましょうかという話になって、神経を表に出すまではなんとかね、順調にいったんですけども、やはり神経に到達した時にですね麻酔の効きが悪くてですね、どうしますかと、このままだと神経痛くて抜けないと思うんで神経に直接麻酔を打ちますかみたいな話をされてね、でもうむちゃくちゃ痛いっていうのはね事前に聞いてたんでものすごいためらってたんですけども、やっぱりそのちょっと前にね麻酔が全然効かなかった時に比べたら神経には麻酔が効いていると、で神経に直接麻酔打つんやったら今やっていうことでもうかなりビビったんですけど、じゃあ神経に直接麻酔打ってくださいいうことでお願いしたんですよね。そしたらこれがもう今まで体験したことのないような痛みなんですよね。めちゃくちゃ痛いんですよ。こうお腹の上にね手を組んで置いてたんですけども、そこに手に力が入りすぎて指の骨折れるんちゃうかいうぐらいねぐわーっと食いしばった状態でね、何本打たれたんかな、3本ぐらい麻酔に注射打たれたんかな。もうこれは二度と経験したくないなっていうぐらいの痛みでしたね。ただそれをしたらやっぱりスーッとねその神経の痛みっていうのが引いて、それであとはもう順調にね神経を抜くことができたんですけどね。いや本当にくたびれましたね。もうちゃんと歯磨きしようって思いましたね。まあ今は磨いてないことはないんですけどね。で定期的に歯医者行こうってものすごい思いましたね。こういう風な状況になってからだったらもう苦しまざるを得ないみたいなね状況になってしまうんでね。で神経に直接麻酔打つってあんまり効かへんみたいなことをね周りの人に言われたりしたんですけども、結構ね僕が言ってる歯医者の先生のことは僕は信用しててね、まず神経を抜きたがらないっていうのと、あと歯を抜きたがらないっていうことなんですよね。なんかこう点数的には神経抜いたり歯抜いたりした方が歯医者さんにとっては収入になるみたいなんですけど、まあそれでも極力残す形でしてくれるっていう部分があるのと、
あとこっちに必ず聞いてくれるんですよね。 want to って言うたらいいんですかね、あのどうしますかしますかみたいな感じでね。まあそうやってその聞かれるとき、聞かれるもね、ちょっともう決めてくれたらいいのになって思うときもあるんですけども、嫌がることは絶対にしないっていうところがあるんで、そこら辺もね非常に信用しているポイントではあります。あと麻酔に関しても、多分神経に直接麻酔とか打たんでもですね、あの歯茎に打つ麻酔ですね、あれをもうちょっと大量に打てば効いてたんじゃないかなと思うんですよね。ただやっぱり麻酔って打てば打つほどリスクは高まるみたいでね、本当にね少量の麻酔でなんとかしようってする先生なんですよね。僕もそれでなんか気分悪なったり、麻痺が残ったりっていうのは嫌なんでね、ガバガバ麻酔打ちまくられるよりは、この間みたいにですね神経に直接麻酔を打ってでもですね麻酔の量が少ない方がいいと思うんでね、多分その先生もそういった方針のもとやってると思うんで、まあ痛い歯医者ではあるんですよね。ただちょっと安心できると言いますか、予後のことがねやっぱり信用できるので通っているといった感じなんですよね。で皆さん歯医者嫌いやと思いますけどもね、3ヶ月に一遍ぐらいは歯痛くなくてもちょっと歯医者に顔出して、痛くない虫歯っていうのもあるんでね、で見てもらった方がええんじゃないかなと思いましたね。これからは僕もそうしていこうかなと思います。で、今回はこの言うたら性格と業友が一緒になっていたがゆえに検証が不可になってしまったということで、なんとねそれがタイミングのええことにこういう純血馬を引いたんですよ。これさっきと一緒の性格ですよね。で他の3つのスキルっていうのはこれどれも邪魔しない感じですよね。鉄壁と、性能、あと新幹ですから。で秒間攻撃力44秒の馬もこいつか、こいつを引き続き使うことができるので、今度こそ間違いない検証ができるんじゃないかなと思っておりますが、またおかしいなっていう部分があったらですね遠慮なく指摘いただけたら非常に助かります。よろしくお願いいたします。そしたらやっていきましょう。はい、そしたらまずは性格をつけたルモでやっていきたいなと思うんですけども、一応ね自衛とか外して、あと剣太からも外して、勝因も外しております。その方が分かりやすいかなと思いましたのでね、そしたらやっていきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 回ですね。そしたら次は性格を外してやってみましょう。さあ次は性格を外しております。見ていきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。 おやっぱり効いてんのか。1回ぐらい余分に切りましたね。次昇降でそしたらやってみましょう。そしたら前回同様、昇降はね攻撃速度が速すぎるので 0.25 倍の速度で見ていくことにしましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 回ですね。これが性格がついている将校の攻撃回数となります。19回になります。覚えておいてください。はい、次はですね性格を外した将校ですね、何回ぐらい攻撃するんでしょうか。見ていきましょう。出てこんな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20回ですね。まあわずかではありますが、この性格っていうのは施設に対しても攻撃力を上げてくれるというのが今回の検証で分かったんじゃないかなと思いますけどもね。いやー意外でしたけどもね。ただまあ性格は完全にまあ先行では不要だということにはならないっていうことですかね。まあこのわずかな差をどう取るかというところなんですけども、レベルがね3になったらまた多少は効果もね上乗せされると思うのでね、また星、レベル3が取れたらやってみたいと思います。で、国戦の途中経過なんですけども、これひどいことになってますよね。もろ挟み撃ち食らって自分のところの都市がほとんどなくなっている状態になってるんですけどね。で、挟み撃ち食らってるのがうちだけなんで、もうこれどうしようもないわということなんですけども、もう清州から攻められている都市っていうのはもう全部あげようと、もう反撃するんやめようと、その代わり益州に攻められた分は頑張って反撃しようという話になって、今益州とガチでやり合ってる状態なんですよね。で、よそなんですけど、慶州はその両サイドに攻め入ることができないので司令にガンガン攻めていってるわけなんですけども、洛陽までね制圧することに成功してますよね。で、こっからトップ取ろうと思ったらやっぱり清州の都市を落としていかないかんので、僕はねなんとか司令でやり合ってくれるんちゃうかなと思っております。で、清州と徐州がその不可侵条約的なことをねやってるので、ここも戦果は広がってないんですけど、揚州と徐州がねガチでやり合ってるんですよね。これはまあ香港対韓国みたいな形になってるんですけども、香港がものすごい押してますよね。 このおかげでですね、うちねビリじゃないんですよ。挟み撃ち食らってるにもかかわらずビリは免れてると、5位になってるんですけどね。なんでもしかしたら最下位脱却なるかっていう感じなんですけども、緑をね直接攻めることができないので、まあそういった行動は取れないんですけど、とりあえずね隣益州ですね、挟み撃ちかましてきたからにはですね、ちょっと自分も痛い目見てもらわな気に入らんぞということでね、4位もしくは5位にはね落ちてもらおうと思ってますので、まああと2日ですけどね頑張っていきたいかなと思っております。で、結局のところはもう清州は両州に攻め入りましょうと、で徐州はこう揚州、けど揚州にも一つも都市取れてないんで多分中に入っていく選択をしたんでしょうね。ここら辺はちょっとまあ誤算だったんじゃないですかね、徐州からしたらね。で、慶州はもう中に入っていくしかないと、で揚州は徐州で益州は内っていう形になったんで、そこそこね、戦果がね広がってきてるので、まあそういったところもですね、まあうちにとっては利点なのかなと思いますんでね、なんとかこの慶州と揚州ぐらいでですね徐州を攻め入ってくれたらですね、うちも最下位回避できるのになといった感じでね、ちょっと香港の方にね、肩入れしたいかなとは思ってますけどもね。まあただ隣の香港には攻めさせていただいてますけど、まあなんとか再開は回避できるように頑張っていきたいかなと思います。そしたら以上です。ありがとうございました。